ゾンビリベンジは、セガが1999年に発売したアーケードゲーム。多方向スクロール型 3D アクションゲーム。プレイヤーキャラクター3名のうち2名が、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズに登場する組織、AMS のエージェントであり。他に、本作のステージ6が、初代、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドのキュリアン帝を彷彿とさせる建物、そして、最終ボスが、 マジシャンになっているなど、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズの要素もいくつかある。開発は、セガの第5前一時研究開発部が担当。プラットフォーム基盤にはナオミが採用されている。1999年11月25日に、ドリームキャスト移植版が発売された。なお、この移植版では、プレイヤーキャラクターの隠しコスチュームが2つに増えている。 約40年前亡国でプロジェクトアズという死なない兵士、いわゆるゾンビの開発を目的とした国家計画が始まった。一時は暗証に乗り上げたほど困難を極めたプロジェクトだったが、キル細胞という人を死に至らしめた後、被害者の体中の細胞というし、不完全ながらもかつての機能を取り戻そうとする脅威の細胞発見により、ほぼ完成へと導く。 この細胞によって死に、蘇った人間は、再現させられた空を争うといった本能的な行動をひたすら繰り返す姿は、まさにいけるかばね、ゾンビとしか言いようがなかった。ところがこのプロジェクトは、完成直前に何者かによって、すべてを奪われ、関係者を含め闇に葬られてしまった。そして一年後、世界中で、ゾンビが大量発生した。この事件を受け AMS は、 エージェント、スティック、ブライトリング、相棒の女性、リンダロッタ、途中知り合った男、ブスジマリキアと共に、事件の首謀者と思われる謎の人物に指定された場所へと急いだ。その途中、謎の人物からメールが届く。果たして、この三人はこの事件を解決できるのだろうか。ありがとうございます。